シナプシュチャンネル。せーの、レッツプシュプシュ。はい、シナプシュチャンネルです。プロデューサーの飯田です。クリエイターの清水さんと鈴木さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、工作会。はい。今日は参りました。何をしましょう。はい、今日は何でもスコープシューを作りまーす。何でもスコープシュー。イエーイ。それ、はい、スコープっていうのは虫眼鏡のことでですね、うんうん、虫眼鏡で覗くと何でもプシュプシュに変わっちゃう不思議な虫眼鏡を作ると思うんですね。魔法の道具を作っていきます。ふわふわで使うのは段ボール、結構あの硬さが必要なので厚紙でもいいんですけど、お家にあるなんかこう何か届いた箱とかをちょっと使って作っていければと思います。うんうん、あ、あとラップ、ラップが後でどういう風に登場するか楽しみにしていてください。うんうん、あとマジックと、あとカッターマットみたいな、なんかもう一枚段ボールを敷いてとかでもいいんですけど、うんうん、なんか机とかに傷がつかないようにこういうものを使うのと、カッターを使うんですね。そうなんです。カッターはあの親御さんがやってあげてください。じゃあちょっと早速先生お願いします。はい、お願いします。お願いします。ではね、まずは虫眼鏡を描きます。うん、虫眼鏡、うん、大きく描きます。大きく、できるだけ大きい方が楽しそうですね。このくらい、いい丸、はい、いい丸描きましたね。いい丸描きますね。はい、丸、うん、で、もう上手、丸、ね、丸上手。なんか、あの、子供の頃丸が上手に描ける人はエロいみたいな。しょうもない、何の話を急に始めるんですか。そんなのありました。え、なんかそう、しょうもないことを言われ言われたんですか。なんか、え、じゃあこれはどうですか。いや、だからエロいんじゃないエロい丸ですか。本当光栄ですっていう、なんかそれ、いや、大人プシュすぎる心理テストみたいなのかな。エロい丸かけましたいい丸ですね、はい、確かにいい丸。これでね、はい、うん、それで虫眼鏡の形が描けたので切っていきます。これね、ここを切り抜きたいんですよ。あ、中を抜くんですね。ここの部分は切り抜く部分です。はい、ちょっと難しいのでまずは外側から切り抜きます。はい、まず直線とかがやりやすいので結構一発で切っちゃう方が綺麗に切れるんで。あ、そういうこと。段ボールは何回も切るとそぼそぼになってくるので。そぼ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 って他で使うタイミングあります、言葉。そぼそぼ、これそぼそぼだね。肉、この肉、そぼそぼ。そぼろ。今日の肉なんかそぼそぼだね。そぼそぼって一回も使ったことない。使ってください、ぜひ。乗ってますよ。乗ってます。うん、抜けるかな。抜いちゃいましょう。抜いちゃおう。おい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 。あ、すごい。綺麗。で、さらに。で、中の丸を抜くのがね。すぐ何でも使おうとするからね。でもカッターじゃなくて紙を回す方がいいですね。なるほど、ね、なるほど。カッター回すと怪我しちゃうんで。いけいけ、怖い怖いできました。できた。これで土台はできたわけですね。でですね、ここにこのスコープのラップが、中身を貼りたい。うん、ここにこう貼りたいんですよね。ラップにね、なんとなくこれに合わせてなんとなく切ってみる。うわ、なんかラップ切るの大変そう。うん、あ、でもね、これラップの質がすごく大事で、しっかりして安い、そうそうそう、安いやつだとダメなの。結構安いのだとくっつくじゃないですか。これなんかなんとなくこのね形になった、なった。切ったらここをなんとなく止められればいいので、何点か、うん、でもいいですね、ざっくりした感じが。まあ、こんな感じになりゃいいってことですね。うん、楽しくやるものですからね。そうですね。うん、ついた。うん、はい、これでつきました。したら、ここにプシュの顔を描くと。なるほど。大きく描こうかな。うん。ほら、ちょっとまたカンニングした。見ちゃう。そこにいるプシュプシュカンニングしない。もういい加減描いてちゃう。かけた。おい。できたー。おい。
やってみましょう。段ボールにこのメガネの形を描くというところからですね。このメガネの形は丸でもいいし、何でもいいですね、これは。好きな形のメガネにしましょう。丸から描いた方がいいんじゃない。丸を描いて、あ、でもいい、エロい丸。エロい丸できた。逃げてしまった、私は三角になってしまった。矢印みたいな。矢印みたいな。これ、ダンボールって意外と切るの難しいですね。いや、結構難しいんですよ。そぼそぼになってます。そぼそぼになってる。そう、そぼそぼになるんですよ。そぼそぼだ。これがいわゆるそぼそぼというやつですね。そぼそぼ。ということで、はい、できました。なんでもスコープシュー、いろいろ見てみましょう。はい、楽しい。壁プシュ、壁プシュープシュプシュのフォートープシュもできる。フォートープシュー、ほっぺの色がこう違うから、スコープシュー、よいしょ、青いほっぺバージョン。清水さんは何色ほっぺバージョン。俺はオレンジほっぺバージョン。オレンジほっぺバージョン。こっちは本当のプッシュ。いろいろ遊べる。本当にお散歩とかしてね、外に出るとまたいろいろ、外出るといいですね。影がかわいい。本当だ、本当だ、かわいい。影かわいい。あ、かわいい。これはちょっとワンアイテム欲しいですね、うん、ね、簡単にできるので、 お家のライトがあるところでそうやって遊んでも楽しいかもしれない、ね、お外の日でやってみてもなんかどうか分かるかもしれない。確かに、お散歩に持っていきたいですね、うん、公園とかで滑り台欲しい、うん、良さそう。どうでしたか今日は。いや、楽しかったです。いろいろ作れて、なかなかこういう集中して工作する時もないから。なんかあの、清水さん的にはどうなんですか。え、どういうことですか。なんかあの、やっぱり、ゆい先生がこういつも考えてくださってるんですけど、清水さんは、あ、私が考えるバージョン、やってみたいみたいな。今度こういうことやってみたい。全然思いつかないですね。もう首。うん、作ってるのが楽しいですね。うん、よかった。じゃあちょっと引き続きまた、はい、考えていただいて、はい、うん、考えておきます。工作プッシュお楽しみに。引き続きではまたね、またね。